瀬戸内海での赤潮。窒息した魚が浮かぶ赤潮赤潮とはプランクトンの異常増殖により海などの水域の水が変色する現象である。水が赤く染まることが多いため赤潮と呼ばれるが水の色は原因となるプランクトンの色素によって異なりオレンジ色、赤色、赤色、褐色、茶褐色などを呈する。赤潮を引き起こす生物は色素としてクロロフィルの他に 種子のカロテノイドを持つ場合が多く、細胞がオレンジ色や赤色を呈するためにこう見える。赤潮の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに、作成赤潮は、水域の水温上昇や水の流動性の低下、不栄養化、競合するプランクトンの消滅などの要因が合わさり、発生するとされ、河川が流入する、閉鎖的な水域で発生しやすい。潮とつくものの、 発生場所は、海や、湖床だけとは限らず、流速の遅い河川などでも発生しうる。従来は不栄養化が赤潮発生の主要原因と、問題視されてきた。また、魚類貝類養殖業の発達により、養殖生命体の老廃物、養殖用事量、死骸による不栄養化の影響を指摘する研究者もいる。これ以外に、プランクトンを捕食する生物の減少も、 赤潮発生の重要な原因の一つであると考えられるようになった。干拓や埋め立てや護岸工事による浅場の減少による干潟の減少などがプランクトンを捕食する貝などの住む場所を奪う上に水域の水の流動を滞らせるなどの理由で赤潮の発生も招き得るとの考え方である。浅場に住むアサリやカキなどの貝類やエビカニゴ貝等の甲殻類や多毛類は そこに住む微生物やプランクトン等や有機物を餌として取り込み海洋への栄養士をや有機物の流入を食い止めるといういわば自然の浄化層の役割を果たしてきた。しかし、干拓や沿岸の埋め立てや護岸工事などによりそこにいた浅場の生物の減少や沿岸域の水の流動性の低下しこれを一因としてプランクトンが大量発生すると考えられている。 例えば、諫早湾の干拓事業において、干拓に伴う経済的な利害関係と並び、有明海での赤潮発生との因果関係が議論されている。日本においては、有明海のほか、瀬戸内海、東京湾、伊勢湾、大阪湾などの内湾部で、赤潮の発生が多く報告されている。長崎県の入江で発生した赤潮プリマス沖で、発生した白潮、 中国四川省の川母に発生した青コアラアビア海に発生した水の花白塩プランクトンの異常増殖による現象の一つである。白潮は発生回数や研究事例が少なく、その発生メカニズムには謎が多い。2020年に相模湾で発生した事例では炭酸カルシウムに覆われた塩石物大量発生が原因であった。 緑をこれもプランクトンの異常増殖による現象の一つである。京都府の丹後地方では、春に、渦弁猛草類の一種のギムノデニウムが原因の緑潮が発生することがある。また、青砂属の海藻が異常増殖し、海岸線に堆積する現象も緑潮と呼ぶ。海域の不栄養化が原因と考えられているが、はっきりとした因果関係は不明である。青潮不栄養化により、 プランクトンが大量発生した後、それが死滅して低層に沈み、生分解される過程で酸素の消費で形成された貧酸素水界が水面に現れた状態である。赤潮などの定食が増殖した生物自体の色であるのに対し、青潮の色は貧酸素水界により形成された硫黄化合物に由来する。赤潮とされる現象には、その性質や現象を見る視点などにより、 様々な名称が存在する。性質に基づく名称その他、様々な視点に基づく名称を赤潮が魚介類に与える影響はいくつかに分類される。これらの作用により、漁業、特に海産物の養殖業界では特に大きな損害が出る。また、有毒もである渦弁ウソ藻類などの産生する毒素が、貝類の体内に蓄積し、それを食べた人間に健康被害を及ぼすこともある。 ただし、海毒プランクトンは低濃度でも海を毒化させるため、赤潮から連想される水域のプランクトン増殖による着色現象は伴わない。日本では、こういった赤潮被害が漁業や水産業に及ぼす影響を抑えるため、赤潮の発生時や発生が予想される時に、都道府県の担当部局は赤潮警報や注意報などを出して、関係機関や 漁業者に注意を呼びかけることがある。赤潮の原因とされてきた、不栄養化を特に閉鎖的な水域において抑制すべく、日本では地方自治体による下水道整備事業が各所で行われている。このほか、人工干潟の造成も行われている。人工干潟では微生物が大量発生し、これをアサリなどの貝類が食べることで、湾内の水質改善に期待が寄せられている。 また、整備移管によっては、潮干狩りや自然学習を目的としたレジャー施設の創造も期待できる。生物農薬の一種として、藻類に感染するウイルスを用いて、赤潮を防除する技術の研究もある。セット内海では過去に赤潮に伴う甚大な漁業被害があり、兵庫県では海をきれいにする取り組みを長年続けてきた。取り組みの一つが、 下水処理場の排水基準の厳格化であった。しかし、海域の窒素量が減り、海が綺麗になるとともに、漁獲量も減少し始めた。兵庫県は、植物プランクトンの生育に必要な栄養分が減り、漁業に影響が出ていると判断し、2018年から、独自に、県内3カ所の下水処理場で、排水基準を緩めるなど、海を綺麗にしすぎない取り組みへの転換を図った。 日本近海で優先するプランクトンを列挙する。因は大量発生種や有毒種など、防除の観点から特に重要とされる種。有害プランクトンによる赤潮は特に有害藻類ブルームと呼ばれる。プランクトンや微細藻類の毒は貝などに取り込まれ、人に摂取された場合に中毒を引き起こす。また、夜光虫を元とする赤潮の場合は夜間における 発光現象が観光資源となることもある。ケイソーラフィドモウズベンモウモセンモウムシ日本の歴史上、文献に残る最初の赤潮に関わる記録は奈良時代に成立した俗日本記、天平3年6月13日上に記載されており、紀の国阿賢軍沿岸で海の色が5日間にわたり赤く染まった事例であるとされている。また、赤潮は俳句において、 夏の季語の一つとして用いられることがある。ありがとうございます。